所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根弘樹です。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、今週と来週の番組は沖縄県那覇市にある特定医療法人阿志の会オリブ山病院の理事長田上真一さんをご紹介いたします。オリブ山病院は精神科内科とともに沖縄県で最初に開設されたホスピス病棟があり、キリスト教精神に基づき患者の肉体的、精神的、社会的、さらに霊的な癒しを含めた全人医療を実践しています。今回は病院の様子とともに理事長の田上真一さんにお話を伺います。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。沖縄県那覇市首里、小高い丘に面した場所に、今日紹介する特定医療法人阿志の会オリブ山病院があります。この病院はキリスト教精神に基づき、病める者の肉体的、精神的、社会的、さらに霊的な癒しを含めた全人医療の実践を通して主の栄光のために奉仕するという基本理念で活動しています。今回は私、飛田清美がこのオリブ山病院を訪問し、理事長の田上真一さんにお話を伺ってきました。今日はオリブ山病院の理事長田上真一さんにお話を伺います。田上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今こちらの病院に来るのにずっと坂道を上がってきて、たくさんの施設、病院等があるのを見てきたんですが、オリブ山病院ってこう一言で言うとどういう病院なんでしょうか。はい、もともとは精神科のクリニックから始まりましたけど、はい、今は精神科はじめホスピス、そして内科では回復期リハビリ病棟、さらに在宅医療を積極的に進めている医療法人阿志の会の働きの一つとなっています。はい、本当にたくさん建物があって、いろんなその働きがあるんだなとは思ったんですが、実際この敷地の中にどのぐらいのその施設があるんでしょうか。この一つの施設では、はい、オリブ山病院と老健施設のオリブ園という2つの施設がありますけれども、はい、同じ首里地域に、他に、在宅地域の支援のための施設がいくつか、作られています。はい、随分たくさんの方が働いてらっしゃるんですね。はい、今は職員750名余りの方々が働いてくださっています。そうですか。そもそもこのオリブ山病院というのはどんなふうにして始まった病院なんでしょうか。最初は今から58年前、精神科の診療所として、私の父と、看護師一人で、合わせて二人の職員で始めた、はい、そのような小さなクリニックから始まりました。それが
58年経ってものすごく大きくなっているわけですけど、どういう経過をたどってここまで大きくなったんですか？一つの大きな転換点は、はい、私の父が1965年にイエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンになったというところから、一つの全人医療を目指そうということで、このような形で、広がってきたと思います。はい、最初は本当に精神科の小さなクリニックで、でも少しずつだと思うんですが、どういうふうに広がってきたんでしょうか？まずは最初は那覇市の中心にある久米というところで、クリニックだったんですけど、それがここの今の場所に移転して、精神科に加えて、内科、あるいは今ではリハビリテーション科、そして外来では脳神経外科なども加わっていますけれども、はい、そのような形で一つずつ一歩一歩というか、はい、導かれて広がってきていると思います。そうですか。そして今はその、医療法人というかを取ってらっしゃるわけですよね。最初は田上医院だったのが、はい、田上病院となりまして、1980年には医療法人足の会という法人を形成して、それから3年後にはオリーブ山病院という名称も変えて、はい、キリスト教病院としての働きが始まっていきました。そうですか。今病院に入ってくるときにこの病院のロゴマークを見ながら来たんですけれども、ロゴマークには何かやっぱり意味があるんでしょうか？一つはイエス様を中心にした、十字架を掲げた病院、はい、それと、ロゴのマークの下には、オリーブの葉っぱが書かれていて、はい、オリーブ山病院を表すそのようなロゴマークになっています。はい、オリーブ山病院の前身は田上さんの父親が那覇市の久米で開設した田上医院から始まりました。そして現在のように働きが広がっていった背景には、父親がキリスト教信仰を持ちクリスチャンになったことが大きいと田上さんは言います。そのお父様がクリスチャンになって、変わったというか目指すものが変わったということですけど、どんな方がどんなふうに変わられたんでしょうか？はい、父は、真面目な人であったと思うんですね。はい、ただ戦争中ちょうど医学部にいて、友人たちが学徒出陣で、亡くなっているのを見たりして非常な絶望感を感じて、で戦後医師にはなりましたけれども、いろんな形で、医療のためにということで、ハンセン病施設に働いたりしていました。さらに精神科医になって、本当に患者さんのためにと働いていたんですけども、そこに強い絶望感を覚えるようになったと思います。はいはい、1950年代ではやはり患者さんは、座敷牢に入れられたり、本当に良いケアはされないままに社会から隔絶されたような生活をしていたように思います。ところが、その当時、父の方は人権を尊重した開放医療を進めたいということで、最初から患者さんのために良い薬を持って本当に閉じ込めないで、生き生きとした歩みができるように努力はしていました。でそういう中でもやっぱりなかなか変えられない、そして治らないような患者さんもおられるということで、ものすごい葛藤で苦しんでいたと思います。はい、ですから私が幼稚園の頃は大酒飲みで、本当にヘビースモーカーで、なんとかその虚しさを紛らわそうとしていたように思います。ところが、教会に通うようになって、はい、イエス・キリストを信じて本当にここに解決があるんだ、でその当時の悲惨な精神科の患者さんに対しても本当に魂の救い、そして神様の癒しがあるんだということを確信することができるようになって、それから本当にタバコからもお酒からも解放されて、もう熱心に患者さんのために全人医療、本当に体と心と魂をケアする医療を進めていこうというはっきりとした決意を持って歩むようになっていきました。その頃私もまだ子供でしたけども、その歩みの変わるように驚いたことを覚えています。そうですか。それがじゃあ信仰を持たれて、お父様自身も解放されたという部分があったわけですね。確かにそうだと思いますね。はい、田上さんの父親は
クリスチャンとなったことで、人の営みの中で起こる問題の一切の解決は、イエス・キリストの十字架の死による救い、復活、昇天、そして再臨にあると信じました。そして病院の名前をイエス・キリストが昇天された山であり、再臨される山のオリブ山にちなみ、オリブ山病院に改称しました。また、キリストの愛と癒しによる心と魂のケアが不可欠と考え、全人医療への取り組みを始めました。今その全人医療という言葉ですけれども、具体的にはどういうことなんですか？はい、もちろん病院ですから、人の身体の癒しということを第一義的に行いますけれども、はい、でも人は体だけの存在じゃない、うん、心も魂もある存在、はい、ですから私たちは精神的、社会的、そして霊的な癒しも含めた全人的なケアをしたいということで、全人医療を目指しています。具体的には、どういう医療というか、どういう治療がなされているんでしょうか？一般的に、身体的な医療は医学による治療ですけれども、はい、特に私たちは霊的なケアということを含めるということで、チャプレン、牧師が職員としていまして、はい、他の医師や看護師たちと一緒にチームケアの一員として、その人を全人として癒すということを目指しています。そうですか。でそういう方たちに、その牧師さん、チャプレンっておっしゃいましたけれども、そういう方たちがケアをしていく。そうすると牧師さんも随分何人もいらっしゃらないと働きができないことになりますかね？はい、現在は6名の方が、はい、働いておられて、はい、全員が毎日働くわけじゃないんですけれども、24時間体制で夜勤も含めて当直も含めて、24時間体制のケアをしてくださっています。具体的にはどんなケアをされるんですか？まず一つは病棟での礼拝を担当しているんです。特に緩和病棟では毎日、お茶会といって賛美と お明かしの時を持っています。そしてお話を聞いたり祈ったり、聖書を一緒に読んだりします。そして特に緩和ケア病棟では亡くなった患者さんに対してお見送り式という式式をして、はい、ご家族とともに別れを本当に悲しむと同時にまた天国での希望を分かち合う、そのような時を、持っているんです。どうでしょうか、そういう、いろんな方たちにケアをされて、その霊的ケアということですけれども、患者さんたちはどんなふうに反応されてるんですか？ほとんどの方々がそのことを喜んで受け入れてくださいます、はい、もちろんクリスチャンでない方々もいますけれども、はい、本当に自分たちが神様の愛で愛されているんだなということを実感されてくださって、感謝してくださっているというのは、いろんなご意見からもいただいて、本当に心から感謝しています。そうですか。その中からクリスチャンになられる方もいらっしゃるわけですね。そうですね、特に患者さん、特に緩和医療の中で本当に死を間近にする中で、人生の意味とは何か、死とは何かということを考えるときに、イエス様を信じて本当に救われて天の御国に平安を持っていけるという希望を持って洗礼を受けられる方々、毎月数名の方々がそのようにしてイエス様を信じて洗礼を受けられます。そうですか。それは本当に他の病院にはない働きですよね。なかなかはないと思います。いくつかのクリスチャン病院で私たち、はい、日本キリスト教病院協会の中に入っていますけれども、はい、その中でもチャプレンの働きは一番活発ではないかなと思います。そうしますと、そのオリーブ山病院っていうのは、そのもちろんその医療 の病院ですからね、医療を中心になさってると思うんですけれど、今お話伺っていると、その霊的ケアの方に、重点があるのかなという気がしたんですけれども、はい、最終的な解決はそこにしかないということを、やはりいつも心に留めるようにしています、はい、今必要な身体的ケアは精一杯しますけれども、はい、特に精神科の患者さんで本当に身体的なケア、精神科医療の中でもなかなか良くならない方々、しかしチャプレンの祈りを通して、またその本人がイエス様を信じることを通して本当に変えられた、そして平安を持って
行けるようになったということは、精神科のお医者さんもよくおっしゃっていることです。はい、そうですか。一つのなんか皆さんが同じ希望を見ているということでしょうか。そうですね。やはり精神科の医療だけではなくて、ホスピス、終末期医療もしていく中で、やはり人にとって最終的な希望が天の御国、神様の完全な支配の中に入れられるということで、永遠の命が与えられるということで、初めて本当の希望を皆さん持って、この地上の生涯を全うされます。職員もまたそれから励まされて、それが終わりじゃないんだということで、精一杯最後まですることができるように、それぞれの仕事を励むことができるようになっています。イエス様はペテロを許し愛しました。そして受け入れました。その姿を見るときにですね、ああ許されるっていうこと、ね、受け止められるっていうことはどれほど嬉しいことかなと思うんです。ぜひ皆さん、私たちの神様イエス様は皆さんを愛しとられ、私たちを救い、私たちを許し、私たちに手を差し伸べてくださる素晴らしいお方です。ぜひそのイエス様を皆様が知ることができるように、そしてすでに信じておられる皆様はいつもイエス様に信頼することができるように、ぜひ祈ってみてください。一言お祈りをして、またご一緒にね賛美をいたしましょう。お祈りいたします。ララララララ田上さん、このオリーブ山病院のパンフレットの表紙に聖書の言葉が大きく書かれていますけれども、これはどういう意味でここにこの言葉が選ばれているんでしょうか。はい、イザヤ書の方から、傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、真実をもって道を示すという言葉を創立の精神として掲げているんですけれども、本当に患者さんとして弱い存在、傷ついた存在、そして今にも消えそうな命、その方々を本当にケアし、そして救いの道を示すという思いを持って、この聖句から足の会という法人名を取ったということで、この聖句を掲げているんです。それがじゃあそのこの病院の働きの全てに反映されているということなんでしょうか。そう言えると思います。なぜならば私たち、イエス様の愛に習い、聖書に基づいた全人医療を目指しますという基本方針を掲げていますので、本当にイエス様の愛、そして本当に聖書に基づいた全人医療を私たち理念の土台としています。ですから朝の朝礼では職員が創立の精神としてこれを昇華するようにしています。じゃあもうスタッフ皆さんにこれが行き渡って、皆さんがこの言葉を心に留めてというか、そういうふうに働いてらっしゃるということでしょうか。はい、そのように願いつつ、本当に患者さんのために支えていけるような職員となりたいと、私含めて皆が願うようにしています。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。おはようございます。原田則夫です。今日は沖縄でキリスト教精神による全人医療に取り組んでいるオリーブ山病院の紹介でした。それで今日も聖書のメッセージを紹介したいと思いますが、今日は田上さんのお話の結びで、毎朝病院スタッフの皆さんが昇華しているという聖書の言葉からお話をさせていただきたいと思います。傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。この言葉には、今にも消えそうな命への敬意、
愛が伝わってきます。実はこの聖書の言葉が指し示しているのは救い主イエス・キリストです。キリストは当時の社会でつまはじきとなっている方々や苦しんでいる人々の友となりました。傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい刀身を消すことなく、一人一人の全人格をこの上もなく大切な宝と見ていたのです。この病院ではこのキリストの心に習おうとしている姿がはっきり伺えます。そしてもう一つ、お話を聞きながら全人医療癒されるということがどういうことなのか考えました。病める体の癒し、苦痛や不安からの解放を示す精神的癒し、そして病のゆえに阻害されることなく受け入れられる社会的癒し、これだけでも目を見張るものがありましたが、さらに霊的癒しと言われていましたね。この点がユニークでした。つまりこの体や精神の病が治ることだけが癒しではないというのです。では霊的な病とは何か。この病には神様に対する問題があるのです。それは霊的な死に至る病と呼ばれ、罪に支配されているという霊的不健康の問題です。この問題を解決したのがキリストの十字架です。聖書にこうあります。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。私たち人間が抱える罪の問題をキリストはすべて引き受け、十字架においてご自分の命と引き換えに解決してくださったのです。ですから聖書は癒されるということを全人格の癒し、救いとして伝えているのです。病が治ったというだけでなく、不安や恐れが解消されたというだけでもなく、社会に受け入れられたというだけでもありません。救い主キリストによって罪の問題が解決され、神様の永遠の命をいただく、これこそたとえ地上の生涯を終えたとしても決して失われることのない全人的癒しなのです。この病院ではキリストの愛を解き、心の不安を取り除き、ホスピス、死を間近にされている方に永遠の命、そこにある希望を伝えておられます。あなたも今日キリストの十字架を仰ぎ、この霊的癒しの祝福をお受け取りください。今日の番組いかがでしたか。番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの本、天国で神様に会う前に済ませておくと良い8つのこと、こちらを抽選で12名の方にプレゼントいたします。この本は今日のゲスト田上真一さんが書かれたもので、平安につながる魂の治療、希望と喜びを持って老いるとはどういうことなのかが記されています。ぜひ皆さんに読んでいただきたい一冊です。番組への感想を添えてふるってご応募ください。係への宛先はご覧のところです。さて来週は今週に引き続きオリブ山病院の理事長田上真一さんをご紹介いたします。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。